には市民の理念、政策と選ばれた政府の理念、政策の間に当然のようにズレが生じ、両者の間に対立が生じることになります。まあ確かに比例代表制を採用すればそういうふうな事態は回避しやすくなると思います。しかしいくら比例代表制を採用したとしても市民と政府のズレ、これを完全に解消することはできません。というのは主要な政策に限定してさえもう完全に一致する政党が名簿を届け出ているとは限らないからです。そのゆえ有権者は選挙の際に理念や政策が完全に一致するそういう政党ではなくて相対的に近いそういう政党に投票することになります。その結果有権者市民の理念や政策と政党の理念や政策との間にはどうしても不可避にズレが生じざるを得ない。これが第二性民主主義の抱える一つの大きな問題です。こういうふうな問題を回避するために1960年代以降いわゆる市民参加が広まっています。まあ、例えばパブリックコメントが制度化されています。パブリックコメントというのは政策案を国や自治体のホームページなどで公開し広く市民の意見を募集し政策案の修正に活用する制度です。確かにこういうふうな市民参加を拡大していけば第二性民主主義の限界を補うことができると思います。しかし重要なのは、まあ、しばしば指摘されるように参加バイアスというような問題が付きまとわざるを得ないことです。どういうことか。参加するためには貴重な時間を割かなくてはいけません。その結果参加者はその問題に非常に強い利害関心を抱く市民あるいは動員力のある利益集団、こういう人々に偏ってしまう。これが参加バイアスというふうな問題です。その結果一部の人々の声が反映される一方でいわゆるサイレントマジョリティ、まあ大きな声は出さないけれども多数派の市民、こういう人たちの声は反映されなくなってしまう、こういうふうな致命的な欠陥を持っています。それでは第二性民主主義の欠陥を回避するためにレファレンダム、まあ住民投票または国民投票、これを実施してはどうでしょうか。まあ確かにレファレンダムは参加バイアスというふうな問題点を回避していると言っていいと思います。まあレファレンダムは住民や国民がある政策に賛成または反対の意思表示をするそういう投票制度です。通常の選挙は候補者を選択します。これに対してレファレンダムは候補者ではなくて政策に賛成か反対か、これを選ぶわけです。でこのレファレンダムでは全ての有権者に1票が等しく与えられています。
そして参加のコストも高くない。まあ投票に行けば済むわけですから、それほど参加のコストが高いわけではありません。したがって全ての市民の声が比較的平等に反映されうる。まあ比較的という留保はつきますが、平等に反映されやすい。まあこの点でパブリックコメントとは大きく異なっています。しかしレファレンダムも完璧というわけではありません。レファレンダムで反映される民意は必ずしも熟慮されているとは限りません。まあ確かに牧町の住民投票、新潟県牧町の住民投票で、その前にさまざまな学習会が開催される、そういうことが報告されています。このようにレファレンダムの前に学習会、こういうことが行われることは少なくないわけです。ただ問題は学習会などに参加することはレファレンダムで一票を投じる条件にはなっていないことです。こういうふうにパブリックコメント、ここには参加バイアスというふうな問題が付きまとわざるを得ない。他方レファレンダムには熟議が不足する、そういう問題が付きまとわざるを得ない、こういう問題があるわけです。で、こういうふうな問題を回避するために考え出された、それがミニパブリック姿の党議民主義という実践です。ミニパブリック姿の党議民主義にも党議型世論調査、コンセンサス会議、計画細胞会議、市民陪審、市民討議会といったいろいろなバリエーションがあります。まあそれらの間に、まあ、若干の相違があることは確かです。しかし基本的な考え方は同じです。すべてこう無作為抽出された市民が討議を行う、そしてその結果を市民が共有するとともに国や自治体の政策に反映させようとするわけです。古代ギリシャでは選挙ではなく抽選、くじ引きが民主主義的であると考えられていましたけれども、現在こういうふうな古典的理念、つまり選挙ではなくて抽選、くじの方がより民主主義的ではないか、こういうふうな理念が注目を集めつつあります。ミニパブリック姿の党議民主義では2つのポイントがあります。まず第1のポイントは、無作為抽出によって参加バイアスを回避する。無作為抽出をすることによって市民を正確に縮小することができます。場合によっては男性や女性、住んでいる地域、こういうことを考慮して若干手を加えることもあるようですけれども、基本的には無作為抽出によって社会を、なるべく正確に縮図化し縮小することを試みることで参加バイアスという問題を回避しようとしています。これがポイントの一つになります。そして、もう一つのポイントは、理性的な討議によって
不当な主張を除外しようとすることです。討議がなければ様々な権力関係が入り